こんにちは、いろどりです。今回は前回のアレンジメントと同じお花に茶色のお花を足して壁飾りを作ります。材料を紹介します。今回追加するのはこちら、ダリアのようなお花、茶色の小ぶりな葉っぱ、こちらも小ぶりなベリー、こちらの3点を追加します。続いて前回と同じ花材を紹介します。まずはメインの花から、同じ色合いのローズを大きさを変えて1本ずつ、こちらも同じ色合いでローズとラナンキュラスを1本ずつ。メインの花はこちらの4点を使います。続いてこちら、雪の下バンチ、白のハイドレンジア、マトリカリア、オリーブ、こちらの4点を使います。そしてこちら、小花がついているマットを2つ使います。土台はこちらのコルクボードを使います。後ろに引っ掛ける金具が縦と横で両方ついていました。今回は横向きで使おうと思います。装飾には前回と同じレースリボンを使います。今回のデザインは上と下に空間を空けて中心にお花のラインを作っていきます。最初にこちらのマットを両端に設置します。こちらの向きで留めます。両サイドに設置できたら、メインのお花を入れていきます。こちらの同じ色味のローズを両サイドにして、こちらの三輪が真ん中に来るように入れていきます。こちらは、木に動きをつけながら使っていきます。中心のラインを意識してお花がラインから外れないようにぎゅっとまとめて入れていきます。
メインのお花が入ったら、こちらの葉っぱを小分けにしてラインをしっかりと作っていきます。茎が不安定なので葉っぱを入れるときに一緒に固定していきます。ざっくり入ったら切り分けて1枚ずつ使います。ラインがざっくりとできたら、最後の調整用に少し残しておきます。次はマトリカリアとオリーブを入れます。マトリカリアはこちらの両サイドに入れたバラの隣あたりに入れていきます。お花の部分を抜いて、上だけ最初に使います。オリーブは切り分けて使います。中心の枝をカットします。中心を一つと、こちらは一つずつカットします。三つに切り分けました。真ん中と両サイドに入れていきます。マットのグリーンに引っ掛けるようにして留めていきます。最後に残りの花材で仕上げていきます。お花のラインがはっきりとわかるように足りないところを埋めていきます。葉っぱは小分けにして使っていきます。こちらのベリーも小分けにして使っていきます。
マットのプラスチックが見えるところなども隠していきます。お花ができたので、最後にレースで装飾していきます。壁飾り完成しました。上と下は空間を空けて、中心にお花のラインを作っています。コルクボードの土台が少しアクセントで見えるようにレースを貼りました。どこから見ても楽しめるように全体的に花材を入れています。最後に残っていたマトリカリアの葉っぱも使っています。今回は前回のアレンジメントと同じお花をベースに壁飾りを作りました。横向きで作りましたが、縦でも飾ることができるので、飾る場所やお好みの気分で楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。